エトラちゃんは見た。私はアカネ、社会人。就職とともに都会から港町に引っ越し、そこで結婚した。お相手の赤松くんはいい人で、この結婚にほとんど不満はない。ただ一つ問題があるとすれば。アカネさん、何この焼き魚は。何と言われましても、見ての通り普通の焼き魚ですよ。この人はあざみさん、赤松くんのお母さん、すなわち私にとっての姑だ。あらあら、この種類のお魚は焼き魚より煮付けの方が美味しいのよ。それとも都会生まれ都会育ちのあかねさんには難しい話だったかしら。この人は。このようにお母さんは私に何かと食ってかかる。というのも彼女はこの港町で生まれ育った漁師の娘だ。ちなみに父親である立花さんはまだご健在で近所に住んでる。恐るべき漁師のバイタリティだ。とにもかくにもお母さんは小中高と地元で過ごし、結婚も近所に住む幼なじみとした。そんなわけで外からやってきた嫁のことが気に食わないのだろう。あれでしょ、都会の娘さんって水族館に切り身が泳いでるとか思ってるんでしょ。そんなデータラクの子が魚の美味しい料理方法なんて知るわけないわよね。お言葉ですがお母様、この種類の魚は焼いても美味しいんです。煮た方が美味しいというのは単なる思い込みでは。はあ、何よその言い草。すみません、怒らせるつもりはなかったんです。ただ少しインターネットで調べれば出てくる情報ですからね。思い出とばかり仲良くせず、新しい情報と触れ合う機会も設けた方がいいですよ。あ、それとも50代のお母様には難しい話でしたかね。くしゃくな。おい、あかね、そんな挑発するようなこと言わなくても。母さんもだよ、いい加減食ってかかるのはやめた方がいいんじゃないかい。嫁姑問題というのは気の弱い方が気の強い方にやり込められるのが常だ。しかしうちの場合は私もお母さんも気が強かったので、どちらが譲るということもなく日々バチバチとやり合っていた。そんなある日のこと。静かな休日ね。だな、ま、今日は親父とおふくろが釣りに出かけてるからな。久々だってことでウキウキしてたな。特におふくろは。お母さん釣り好きだったっけ。ああ、じいちゃんが漁師だからな。昔から仕事の手伝いとかしてたんで大得意だったって言ってたぜ。私は誰だと思ってんの。漁師の娘よ。ああ、確かにそんなこと言ってたかも。ついでに漁師飯作りもよく手伝ってたって言ってたな。その上で私にマウント取ってきたり。あー、ダメだわ、思い出しただけでムカムカしてきた。ただいま。あ、噂をすれば。いやー、結構たくさん釣れたわ。新鮮なサバよ。母さんは昔から釣りが得意だったからな。もうケースがいっぱいだよ。ま、私は漁師の娘だからね。どこかのシティガールとは違って。好きやらばディスってくるのなんとかなんないのかしら。ま、それはそうと、今日はこのお魚で料理作るわね。あかねさんは今日は台所に立たなくていいわよ。せっかくの新鮮な魚を変な調理法で台無しにされたくないしね。この人は本当に。と、こんな風にその日もその日で火花を散らす私たちだったか。はい、お待たせ。お刺身にして持ってきたわよ。これはうまそうだね。そうだね。当然じゃない、私がこしらえた刺身だもの。さ、あかねさんもどうぞ。これを食べて魚料理の奥深さを少しは知ったらいいんじゃないかしら。うん、いえ、私は一度火を通してからいただきます。あら、また焼き魚。せっかく刺身にしてあげたんだから刺身で食べなさいよ。でもちょっと不安なんで。どういう意味よ。サバってアニサキスが寄生しやすいんですよ。確かに新鮮で美味しそうですけど、これ食べて具合悪くなったらまずいし。私が満足にアニサキスを除けてないと。いや、だけど念には念を入れたいじゃないですか。ふん、私は子供の頃からサバのお刺身を食べて育ってきたけどね、一度もお腹を壊したことはないわよ。まあいいわ、都会のお嬢さんには生魚なんて下手者当然よね。さ、お父さん、赤松、あんな冷たい嫁は放っておいて家族仲良く食べましょ。母さん、そんな言い方は。そうだよ、ニュースです。昨日、人気 YouTuber のエトラちゃんがアニサキスにより食中毒で緊急搬送されていたことが分かりました。え、
ニサキスによる食中毒はとても辛いもので、激しい嘔吐や腹痛を伴います。アニサキスが寄生しやすい魚の例として、鮭やアジ、そしてサバなどが挙げられます。加熱調理を行えば死滅させることができるので、不安であれば火を通すといいでしょう。気をつけなければいけませんね。あれも火を通そうかね。ごめん僕もちょっとあなたたち急に何よ。いや、母さんの料理の腕を疑ってるわけじゃないんだけどさ、でも万が一ってのがあるじゃん。俺明日仕事で大事なプレゼンしなきゃいけなくてさ、もし食中毒なんか起こしたらシャレにならないんだよね。僕も明日大事な会議があるから。いいわよ、じゃあみんなして焼き魚でも食べればいいじゃない。その間私はこのお刺身を食べるから。あー、美味しい、お刺身美味しいわと、こんな風に一人で食べるお母さんだったが、数時間後、お母さん、お腹痛い。こんな風にその日のうちに食中毒を発症してしまった。結局1日では良くならず、外せないプレゼンや会議のあるお父さんたちに代わり、次の日私が看護することになった。大丈夫ですかお母さん。大丈夫じゃないわ、もうお腹がキリキリと痛くて。見ればわかるでしょ、まったく察しの悪い嫁なんだから。元気だな。というかですねお母さん、本来ならこうして家で様子見るのはおかしいんですよ。アニサキスって病院で内視鏡とかで取ってもらえば痛みもすぐ引くみたいですし。このぐらいの痛みどうってことないわよ。漁師の娘を舐めないでちょうだい。あなたみたいな都会ことは鍛え方が違うの。まあ確かにアニサキスでめちゃくちゃお腹痛い中でまともに喋れてるし、タフではあるんだよな。ん、誰だろう。ちょいとごめんよ、じいちゃんだけども。え、この声は。おお、お父さん。あ、赤松くんのおじいさん。おお、あかねちゃん、元気してたかい。ええ、おかげさまで。ならよかった。なんというか、相変わらず元気なおじいさんだな。もう80超えてるのに。ほら見上げ、干した魚な。というか、どうしてここに。さっき赤松から連絡があってよ。なんでもアザミが意地張って病院に行こうとしないから説得してくれっての。頼むよじいちゃん。あ、そうなんですか、よかった。おじいさんが説得してくれたらさすがのお母さんも。もう説得するつもりはないんだがな。え、おお。俺が今日ここに来たのは説得じゃなくて説教のためだしよ。このバカだれ、サバをさばくときはあんなに注意しろって言っただろうが。にもかかわらず当たったってのはどういう了見だ。でもデマもストもねえよ。ていうか当たったのはまだいい、病院に行かねってのはどういうことだ。バカかお前は。このぐらいの痛みどうってことないわよ。まあまあ、お母さん、自分は漁師の娘だからシティガールとは鍛え方が違うんだって言うこと聞かないんですよ。あ、ちょ、それは。え、漁師の娘と。そういえば、ずいぶん前に赤松に聞いたぞ。お前、漁師の娘だなんだと言って日頃から天狗になってるそうじゃねえか。昔から漁師の仕事やら何やら手伝ってるから、魚に関しちゃ右に出るやつがいねえってほざいてるらしいな。それは…ん？違うんですか？違う、大違いだ。こいつは昔から遊んでばっかり、うちのことなんてほとんど何もしてなかったんだよ。だってせえ。そんなダサいの無理。そうなんですか？そうだよ。なんだ、あかねさんも知らなかったのかい。はい。ってことは、アザミ、お前まさか息子の嫁の前でも見え張ってたのかよ。いや、見えを張るどころか。あかねさん、まさか嫁いびりみてえな真似してるわけじゃねえよな。うん、はい、毎日都会っ子だの何だの、すっごいいびられてます。あ、ちょ、バカ。あ、おじいさん、バカって言われました。私今バカって言われました。うさみ。その後
んのお母さんは首根っこをつかまれて病院に無理やり連れて行かれたり、入院中もおじいさんに叱られて半べそかいていたりと見てて飽きなかった。そしてで、この通りにさばけば魚は歯触りが良くなるのよ。すごい、さすがです、お母さん。今さら用意したって遅いわよ。この前は裏切ったくせに。裏切ったっていうか、本当のこと言っただけじゃないですか。それに結果オーライですよ。おかげでこんなに魚料理がうまくなったわけですし。あの後しばらくお母さんはおじいさんの家に引き取られた。そこで魚に関するいろんなことを叩き込まれたらしい。あ、鱗が残ってるだろ。はい、割に合わないわよ。はあ、なんで生意気で都会っ子な嫁にいろいろ注意してただけでこんな目に遭うのかしら。まあまあいいじゃないですか。それにお母さんだって昔は都会っ子に憧れてたんでしょ。なんでそれ知ってるのよ。おじいさんから聞いたんですよ。ついでにこんな写真ももらいました。いやー、かわいいですよね。シティガールに憧れてやたらめったらパーマかけた結果アフロみたいになっちゃった JK 時代のお母さん。なんでその写真を。おじいさんからもらっちゃいました。もしも今後お母さんがいびってきたらこの写真を町内中にばらまいていいって。やってんの。で、生意気で都会っ子な嫁が何ですか。なんでもないです。お茶用意します。こんな具合に私たちは今とても仲良くやっている。ご視聴いただきありがとうございました。お刺身とか美味しいですけど、食中毒の危険性があると思ったらちょっと注意深くなっちゃいそうです。何にせよ変な意地は張らないで、体調が悪いのなら素直に病院に行った方がいいに決まってます。まあ嫁姑問題も解決できそうで結果的には良かったですね。ちなみに私はサバならシンプルに塩焼きがいいですね。皆さんはどう感じましたか。コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもいい方向に向かって良かったと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。